どうも、ゴルフプロの三ツ矢です。いつもありがとうございます。今回は、コッキングについての解説をしていこうと思います。コッキングって一体何ですか？どうやってクラブを動かせば良いのですか？それをやると何が良いのですか？特に、ゴルフを初めて、習ったり、いろんな情報を聞いたり、そういう中で、わからない言葉をそのままにしておくと、間違った方向に進んでしまいますので、そういったことがないように、ここで正しい知識をつけて、正しくですね、スイングすると、理想的なボールの飛び、そして安全にゴルフができるようになりますので、ぜひ最後まで見てみてください。私は日々皆さんの、お頑張りをとにかく、受け止めて、皆さんにね、もうどんな形でもいいので、こう返していきたい、そういう思いでやってますので、ぜひね、皆さんも一つ、知識をつけて頑張ってみてください。それでは早速いきたいと思います。まず、クラブを振る上で非常に動きとして大事なポイントはですね、いくつかあります。今回はこのコッキングと呼ばれるここら辺の動きですね。ここを少し解説していこうと思います。少しここにね、フィーチャーしていきます。ボールを打つときにクラブが少しこう立ちます、ね。バックスイングでこう立つんですね。ちょっともう一回打ってみます。こんなイメージです。で、この左の腕とクラブのシャフトには角度がつきます。で、ホッキングというのは、ここの手首のこの動きなんですが、手首はこっち側にですね、少し動きます。で、大きく動くのはこっち側です。こっちをヒンジ、手首のヒンジと言ったりしますが、これがコッキングになります。ですから少し動く程度なんですが、すごく重要になりますので、これを少し解説していきます。では、まず、この左の腕とクラブのシャフトは、バックスイングに伴って少しずつ角度が90度に向かっていきます。最初は完全にまっすぐというわけではありません。構えている時点で少し角度があります。ですから、少し角度があるところからスタートして、90度に向かっていきますので、実はそんなに極端な動きをしているわけではありませんが、クラブのヘッド、の重さがありますので、バックスイングした時に逆に下に落ちてしまうことがよくあります。特に初心者の方、どちらかというと力のない方に多く見受けられるのがクラブヘッドが上がってこないという形です。ですからこういう感じでこのチャンネルでも、要所要所でご紹介はしていますが、今回は特にここの動きを厳密にですね、どう動かせばよいか、そしてどうすれば理想的にボールが飛ばせるのか、それに特化してですね、お伝えしていきますので。で、この左の腕とクラブのシャフトは少しずつ角度がついていきますが、バックスイングのこのグリップの位置が肩の位置まで来たときに、おおむね直角になるように、バックスイングで上げていきます。こんな形ですね。直角に上げます。で、なぜこれ直角まで上げなければいけないかということなんですが、ちょっと打ってみますね。クラブヘッドの重さに負けてしまう場合は、こんなような感じのスイング、ちょっと、わざとらしいというか大げさですが、こういう形になってしまう。で、これ今何が起きてたかというと、2つです。左の腕がこのクラブの重さでグワンと曲がってしまったんですね。曲がってしまいました。ですから、振り下ろそうと思った時に左の肘が曲がってしまうと、ここで釣りをしてるみたいな感じで伸びてしまうんですね。で、もう一つはクラブのこのヘッド重さがあるので、このままグワンと下にこういう形で降りてきてしまうとタイミングが非常に取りづらくなります。自分が振り下ろそうと思った瞬間にクラブがこっち側に来ていると、そのタイミングで下ろせないんですね。ですから、クラブはバックスイングに伴って、どんどん立ててください。コッキングしていかなければいけない。コッキングがこの形、動きになります。これによって、クラブがどんどん立ってきますので、トップの位置では、もうあまりクラブは動かないんですね。これが、タイミングが遅いと、最後にグワッと来ます。クラブヘッド重たいです。ズシンと来ます。ですから、そこで左の腕が曲がって、ズシンと来て、タイミングが合わなくなってしまいます。ですから、クラブを
立てながら上げて、トップの位置ではスッと下ろせる体勢を作ってあげるというのが大事ですから、振り子のような動きをクラブはしてます、スイングはしてます。この一番上のところというのは一番動きが静かになるんですね。スピードが遅くなって進行方向が上から下に変わるところなので、この切り返しの部分というのはあまりギュッとスピードがない方がいいですね。ですからトップの位置は静かに上がって切り返せるというのが理想です。その形を作るために左の腕とクラブのシャフトに角度をつけていきましょうね。そして直角の形ですね。直角、まあ、手の構造からして直角までしか行きません。直角を超えてしまう人はグリップが離れているということになりますので、トップの位置でこういう感じになる人はここが離れてしまっている可能性が、まあ、高いと思っていただくといい思います。バックスイングのこのホッキング、これですね、まずこの上げ方ですね、ここからまずはマスターしていただきたいので、バックスイングのトップの位置まですっとスムーズに上がっていけば、そこからの切り返し、そしてフォロースルーにつなげていくことができますので、まあ、まずスイングというのはバックスイングの上げるところから意識していただくといいと思いますので、このホッキングをしっかり入れてスイングをしてあげる、これをぜひマスターしてみてください。で、これを習得するための練習法、これをご紹介していきます。それは少し小さいところでやるということですね。バックスイングをスタートするタイミングで少し角度をつけていく練習をしてください。ですから腰から腰ぐらいの振りの幅でこのようにクラブを後ろから振ってあげる、こういう練習をしていただくと、バックスイング上がるところのこのホッキングがスムーズにできるようになりますので、トップの位置まで自然に直角まで向かっていくと思いますので、こういう練習をぜひもう1分でも30秒でもやっていただくと、大きく変わってくると思いますのでやってみてください。最後ね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。皆さんも全力で応援していきますからね。では次の動画でお会いしましょう。